演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。お母さんのトンタン下の唐辛子味噌焼きを食べてます。なんか独特な感じですね。パンの下、牛肉は食べたことありますけど、豚の下って美味しいのかな。中身はちょっと見えにくいですね。まあこんな感じですね。ちょっと唐揚げっぽい気もしますが、焼きなんですよね。ではいただきます。噛んでみるとやっぱり弾力がある。ところから刺激が来る。タン肉が結構分厚めで、あのブニュッとした食感が口の中でしっかり感じられましたね。で、噛んでいくと味噌と唐辛子と結構刺激のあるうまさが口の中で広がっていますね。結構刺激的な。ただタン自体がちょっと好みが分かれるお肉だと思いますので、味付けも好みが分かれそうだな、この辛さ。というわけで、ちょっと人を選ぶ味ということで、こちらの点数とさせていただきます。自分は好きですけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞編。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。